常年つかさチャンネルニュースの虎川ガ,ガオー。はい、始まりました。皆様面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。え、後ろ見えますかねはい、あの高松のフェリーターミナルが見えてると思うんですが、はい、高松からの収録で、収録でございます。明日のシニアリーグもね、高松からやりますんで、ご期待ください。そんでね、えー、韓国のぬり号。ヌり号って知ってますえー、あの、韓国初のですね、まあ人工衛星。 え、まあ実験用のね、えー、まあロケットなんですけど、国産ロケットね、塗り号なんですが、だから打ち上げ成功したらしいっすよ。<laughs> TBS ニュースがね、えー、こういうふうに報じています。ヘッドライン。韓国初の純国産ロケット打ち上げは成功って報じてるんですが、あれと思ったんですよね。えー、あのね、韓国ロケットっていうふうにね、グーグルで、えー、ニュースを検索するとね、こう出てますよ。ヤフーニュース。韓国ロケット。軌道投入は失敗。えー、NHK ニュース。 韓国初の国,国産ロケット打ち上げも模擬衛星軌道に乗らず、えー、とかですね <laughs>。え、こんな感じですよ。え、ロイターもですね、韓国初の国産ロケット打ち上げ、軌道投入に失敗。えー、CNN もですね、広報してますよ。韓国ダミー衛星、軌道投入に失敗、初の三段ロケット打ち上げ。 ね。まあこんな感じです。で、TB、えー、TBS がね、成功って言ってるんですけど、テレアさんはね、なんて言ってるかというとね、テレアニュースのヘッドライン。えー、初の国産ロケットで、宇宙強国へ野望、韓国へということでね、あれ軌道投入失敗したんじゃねえのみたいなね。えー、それから AFP 通信ですね。えー、こちらもですね、韓国初の純国産ロケット打ち上げ、模擬衛星軌道投入失敗。えー、ということで、まあまあこんな感じです。 はい、もうこれもう最初いきなり出落ちなんですけど、まあ TBS は成功と報じたんですが、まあヘッドラインではね、成功と報じたんですが、まあ実際には、えー、うまくいかなかったと。はい、あのー、まあ一番のポイントであるですね、衛星の軌道投入に失敗してしまったと。えー、いうのが、まあこれがファクトです。はい。ただまあこれをどう評価するかっていうのはね、まあそれぞれ考え方あるのでいいんですけど、まあね、あのヘッドラインで成功って打っちゃうのはどうなのと思うんですよ。で一応 TBS のニュース読むと短い記事なんですけど、 えっと、韓国、えー、のね、あ、これ大して書いてないな。あ、韓国初の国産ロケットを打ち上げました。ただ完璧な成功とは言えなかったようです。っていうふうに書いてるので。まあ一応あの一行目ではね、完全に成功したとは言ってないんで、セーフなのかもしれないですけど、まあこのヘッドラインはフェイクニュースですよね。どう見てもね。で一体このニュースどこから来たのかなと思ってね、探してみたらね、やっぱり韓国メディアでした。<laughs> はい。ハンギョレ新聞ね。 ハンギョレ新聞がね、まあなんかこういろいろこうなんか、え、こねくり回して、この打ち上げは実は成功だったんです、みたいなことを言いたいみたいなんで、ちょっとその言い訳を皆さんに聞いてもらいたいなと思います。はい。えー、ハンギョレ新聞のですね、えー、昨日のニュースですね。え、韓国初の国産ロケット、塗り号半分の成功。半分の成功ですよ。えー、衛星機道投入の課題のコスト。まあまあまあ一応ヘッドラインはまあまあ客観的かな。はい。で、えー、いわくですね、国内技術の塗り号の半分成功。 えー、塗り号半分成功。高度700メートルまで到達。ダミー衛星軌道には安着できず、世界7大7台宇宙大国に一歩前進ということで。好きだねこういうのねああ、なんとか大国とかね。非常に好きなんですけど。でね、えー、っと、700キロ地点に達したというニュースとともに、事実,事実上の成功とされていた、えー、されていた塗り号の成功はということで。一応なんかロケットが700キロメートルまで飛んだんで成功らしいっすよ。 えー、あの、三段エンジンが、えー、燃焼してですね、えー、あ、なんかちょっと三、えー、三段エンジンがですね、なんか失敗のゲーム書いてありますね。三段エンジンが早く燃焼し、えー、衛星模写体、マダミー衛星を、高度 700km ル目標には到達したにもかかわらず、秒速 7.5km の速度には届かず、えー、軌道に安着できなかったと。まあ、あの、静止衛星ね。 あの、飛ばすには、ほら、人間がさ、こう、ボールを投げるのと同じですよ。ものすごい合速球投げる人がめちゃめちゃ速い球投げると、もうその球地球に落ちてこないんだよ。はい。で、この速さがですね、まあ、秒速7.5キロメートルなんですけれども、えー、ちょっと速く点火しすぎちゃってですね、加速が足らなくて、えー、そこに投入できなかったのね。だから、まあダミー衛星はとりあえずボーンって宇宙空間に放出されたんだけど、正式道の衛星に乗らずに、まあ落っこってきてしまいましたと。まあこう、あの、弾道ミサイルみたいな感じですね。はい。まあまあそういう感じになってしまいましたと。で、まあ事実上の成功ですと。 え、いうことでね、えー、っと、塗り号は1段目の、えー、フェアリング、2段目の分離まで順調に進み、最後のダミー衛星の分離までスムーズに行われており、えー、運用の面でほぼ成功したと言えると。 2013年に打ち上げた韓国初の宇宙ロケット、ナロ号に続き、独自開発した韓国、え観、ー、光型ロケットで、独自の宇宙輸送能力を確保したことに意味がある。そうですね。独自開発したロケットで、独自宇宙輸送能力を獲得したことに意味があるそうです。はい。えー、ナロ号の1段目はロシアから購入したエンジンだったんで、今回は独自なんで、素晴らしいと。 えー、ハンギョ新聞が褒めております。はい。で、イム長官というね、えー、このまあ、この宇宙関係のこのね、長官いるんですけれども、えー、いわくですね、宇宙系の研究人と、えー、外部の専門家が参加する打ち上げ調査委員会に直ちに、えー、えー、調査委員会を直ちに構成し、3段エンジンの燃焼が早期に終了した原因を、えー、正確に解明して問題を保管して、えー、2回目の打ち上げに備える予定と明らかにしましたと、まあ、いうことです。まあ、あの、これね、ロケット堀江さんは非常に詳しいんですけれども、まあ、あの、 失敗も成功のもとなので、ええー、あのー、これで失敗したから韓国のロケット開発終わりだとは私は言いませんよ。はい。そこは別に問題じゃないですよ。まあ、それはあの、早速ね、委員会立ち上げて原因究明してやるってことなんで、ま、ぜひ、あの、委員長官やってくださいと、えー、いうことなんですが、問題はですね、その、いや、成功してねえんだよ、だから。<laughs> 今回の失敗は成功に向けてね、まあいろんな収穫があったでしょう。だけど、まあ成功に向けた失敗です。成功のもとという意味での失敗なんで、まあ失敗は失敗とちゃんと報じた方がいいんじゃない ね、と思うんですよね。なんかこの、ハンギョレ新聞もそうなんだけど、TBS も、まあ TBS はハンギョレの受け入れかどうかわかんないけど、なんかその、偉大なことを成し遂げてなんとかって、まあそらそうなんだけどさ、その回線の部分の方が大事なんじゃねえのみたいな風に私は感じたんですけどね。皆さんいかがでしょうかね。で、ちなみにね、このあの、韓国、えー、まあこれね、弾道ミサイルにも転用できるロケットの開発ですから、当然北朝鮮は面白くないわけですよ。 ええー、エリンギ様とその妹が何て言ってくるかどうかって言ったら結構見物でね。で、ムンジェインはさ、今、ね、北朝鮮と仲良くしてで、その仲良くなったことをレガシーに、ね、それをレガシーに、えー、次の政権ができた時にね、捕まらないようにしようという、せこいことを考えてるわけでしょ。で、そういうデリケートな時期にですね、この打ち上げをしてしまったということはですね、まあ、北朝鮮からなんかステートメント出るのかなと思いきや、なんかあんまり、 出てないみたいなんですよね。なんかね。あの、ちょっと私キャッチしたいんですけど、もしなんかその、北朝鮮からステートメントあったら、発見した人いたらね、あの、将軍様が、北の将軍様がお怒りですみたいなニュースキャッチした人いたら、ぜひコメント欄に書いといていただけるとありがたいんですけれども、なんかこういう微妙な,微妙な時期にね、まあこれやって、ね、独自の技術で、独自の宇宙輸送能力って、はしゃいでんのはいいんですけど、ムンジェインさん大丈夫なんかなとね、えー、ちょっと純粋にというか、え、あの、えー、ね、一言ながらちょっと心配 <laughs>。 <laughs> 心配になったんでね。どうなのかなと思いました。はい。ということで、まあ、あの、本題に戻すと、要は TBS のフェイクニュースが何なのと、ね、このヘッドライン、この打ち方は違うでしょうと。軌道投入失敗してんだから、実績が失敗ですよ、ね。やっぱりだって、それもしですよ、あの、気象衛星の打ち上げとかをもしね、そのミッションとしてやってる、このロケットであったら、えー、衛星が最終的に投入できなかったら失敗じゃん。 それはさ、やっぱヘッドラインで、あの、成功って書いちゃうのは、結構無理があるし、その韓国メディアのね、こういうなんかちょっとこう、まあ、ね、いたけだがな、まあ、いつもの報道ありますけど、こういうの受け入れしてるんだったら、その日本のメディアとしての価値って、まどうなのと、まあ、土の子新聞も共にね、うん、ちょっとそこはね、思うんでね、あの、中の人を大いに反省していただいたらいいかなと。 えー、まあ反省しないだろうけどね。反省していただいたらいいかなと、え、いうふうに思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など、えー、書いていただけると嬉しいです。ガオー